サモアの怪人トニー・ソレイラ。日本ハムのテストを受けて入団したソレイタは期待以上の活躍を見せた。まさに拾い物の助っ人だった。1年目ガンガン打ちまくったソレイタは4打数連続ホームランを2回も記録する驚異の固め打ち。翌シーズンも打ちまくったソレイタはホームラン打点の2冠を獲得し、チームを優勝に導いた。寂しいスタンドの中でも熱い戦いを見せていたパ・リーグ。この試合もわずか7500人の観衆が見守る中、ロッテ西田時成、日本ハム高橋和美の先発で始まった。日本ハムは2回、ランナー2人を置いて6番のトニー・ソレイタがツーベースヒット。処理を持たす間に2人が帰って先制。さらに小刻みに追加点を奪った日本ハムが5対0とリードを広げて